い、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。少しこの鈴で浄化をしていきたいと思います。はい、まずいつも見ていただきましてありがとうございます。これからも日々頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日なんですけれども、リクエストリーディングになります。以前ラブ様の熱愛報道が出た時に、ラブ様とお相手様のお互いの気持ちとかこれからの流れというのを見たことがあります。その時のコメントで、まあこの同じような感じで他の人のものも見てみたいということで、今日は第1弾としてハゼとお皿がお互いにどう思い合っているのというのを、はい、こちらのルノルマンカードと、そしてまさかハゼたちに使うとは思わなかったこのオラクルカード、このロマンスはい、これですね。はい、ロマンスエンジェルオラクルカードで見ていきたいと思います。まあ、このシリーズとりあえず第1弾、第2弾、第3弾、お皿とキーコと、すいません、キーコとナマズとか、あとはあの天皇陛下たち、はい、皇后雅子様などで見ていきたいと思っています。はい、じゃあ今日第1弾です。ねえ、まさかこのカードをハゼに使うとははい、また言ってますけれども、まあハゼとお皿、お互いの気持ちどうなんでしょうね。いきましょうか。はい、まず現状、鳥、このカード2枚ずつ出していきます。鳥、これハゼ太陽、はい、そしてこれはお皿、船、ここプラスの部分と呼ばれていて、まあアドバイスとかこうしたらいいよっていうところに子供のカード、誰みたいな。そしてはい、これが2人のネガティブなポイントのところにハートが出ています。そしてこれからの流れがキー、また出ました、子供のカード、子供、おっと、そして見てください、十字架クロス、さようならが出ましたね。はい、じゃああと1枚ずつ出していきます。まず現状が鳥と本なんですよね。これが2人の現状なんですけれども、まあボソボソと会話してるのかなみたいな、会話があるかないかわからないぐらいの、なんかこうコミュニケーションっていうよりはこうボソボソと会話をしているのが今、会話がない夫婦ではなく、まあものすごく最低限の、会話はボソボソとしてるよっていうのが、まずこれがお皿とハゼの今です。そしてハゼの気持ちが太陽と鳥、ハゼの方がですね、なんかもう少し話をしたいというふうにも取れますし、なんか自分をもっとこう敬ってほしいとか元気にさせてほしいとか、
明るい気持ちにさせてほしいとか、そういう感じ、なんか自分をもっと大切にしてほしいって感じかな。笑顔でもっと会話してよとか、そういう感じのことを言ってるような気がします。今ね、ボソボソとだからそこに不満があるのかもしれません。これがハゼの気持ち。そしてお皿が船なんですよね。船とリングが出ましたね。船とリング、海外、なんかもっと海外に行きたいとか、これはなんかこう、まあ外国のブランド、まあいわゆるお金とか、なんかそういうものが欲しいっていう感じなのかな。あとはハゼからこれ離れたい、こう距離を保ちたい、そういうふうにも見えるかなというふうに思いました。まずこれがお互いの気持ち。そしてこの子供のカード、子供が花束、これこうハゼたちに、まあ、言いたいんだけれども、いわゆる子供を大切にしなさいと。でこれはここにもね、子供が出てるんだけれども、この人たちって引退したじゃないですか。なので引退したので、もう次のバトンをきちんと子供、いわゆる天皇陛下にもう譲りなさい、渡しなさいって言ってるような気がします。そして2人のネガティブな部分が、またここでも手紙が出ましたね。なんか2人がやっぱりこう、まあ、長年の夫婦でね、そのきちんとコミュニケーションが取れている夫婦いると思うし、まあね、どうしてもなあなあになりますよね。でもこの人たちっていうのはやっぱりこう、もともと愛があった結婚ではなかったので、お互いにやっぱ感謝の気持ちとか伝え合えていないのかなっていう気がしていて、もっと感謝の気持ちを言いましょうみたいなことがなんか出てます。はい、流れがまた花束ですね。なんかお互い、あ、ここそうだな、こう何らかの、でもここキーカードっていうのが解決っていう意味なので、なんかここのカードと私はつながるかなって思うんですけれども、お互いにとってやっぱりきちんと感謝をすること、ありがとうって言うとか、そういうことが2人のこのボソボソとした関係をもうちょっと明るいものにしてくれるよっていうふうに出ていて、そしてこの子供のカードなんだろうな。はい、子供、おっと、これね、男性のカードなんだけど、これは私はどうもね、大人になった子供、っていう意味でなんとなくね、天皇陛下のことかなって気がするんだけど、見てみますね。おお、まず、ちょっとこれ補助カード出した方がいいかな。で、結論から先に言わせてください。このカードまだ使ってないんだけどね、お二人、なんかこうね、どちらかが先に寿命が消えてなくなる、はい、出てますよ。もうゆりっていうのが、まあ老人とかおじいちゃんおばあちゃんっていう意味があるんだけど、まあその人たちがもうお墓に向かうと出ているので、もういわゆる寿命が、お迎えが近いことを言ってるんじゃないでしょうか。ちょっとここのね、
カードをねもう少し出してみましょうか。子供がなんか世代交代かなっていうふうにも見えるんだけど、これが、ね、天皇陛下のことを表してるのか、はたまたナマズのことみたいな。天皇陛下ナマズっていうことで1枚ずつカード出してみますね。このカードのことはね、誰のことを言ってる？天皇陛下、天皇陛下、天皇陛下、天皇陛下。ナマズ、ナマズ、ライダーと、あと1枚ずつ出しましょう。天皇陛下、あ、ここでクロス、あのこれ顔桶ですねが出たから、ちょっと待ってくださいよ。ここでしょ。で、この子供のことはナマズのことを言っていて、なんかナマズになんか任せるみたいな、何かを任せる。でその何かっていうのが、まあこう自分たちがお墓に入っていくじゃないですか。なんかその前に、なんかこう遺産なのかいろいろな権威なのかわからないんだけど、なんかこうそれをこうなんか譲るような感じがする。でそれがで最初で大人になる、まあ長男っていう感じかなって思って天皇陛下かなと思ったんだけど、棺桶が出てるからストップなんですよね。棺桶そう出てるからストップで、でじゃあナマズかっていうと、なんかナマズに何か渡したいみたいな、こう継がせたいみたいなのを言ってるから何か、ここであるかもしれない。でもこのお二人っていうのはもういよいよお墓が近くなるというふうに出ていて、で、まあ、このカードでね、まあはい、これがハゼの気持ち、そしてはい、これがお皿の気持ちはい、お待たせしました。やっぱりですね、もうハゼ、あ、ごめんなさい、お皿ってもう離れたいもう一緒にいたくないみたいな、もうそんな感じなんですよね。これ、まあ、片思いっていうカードなんですけれども、もう離れたいっていうふうに出てる。この結婚から離れたいとか、この人から離れたいとか、そういうふうに出ていて。で、ハゼの方がね、ちょっとやっぱりこう鈍感なのかなっていう感じがするんだけど、やっぱりこうもっと自分を大切にしてよっていうのがすごく出てるかなっていう感じで、私どうしてもちょっとここがね気になるので、どうしようかな。これ何をこう渡そうとしているのか、ちょっとこれね、タロット今日これ正位置で軽く見てみましょうか。ちょっとね、これがね、なんかね、気になるからね。何を、このお皿たちは譲り渡そうとしてるのか。キングですね、キング。バンドのプリンセスとカップの中。まあ、これこの人たちだけで決めれることでは私はもちろんないと思っているんだけど、やっぱり自分たちが死ぬ前にこの次男ナマズの方に
なんかこうきちんとしたナマズ、子供が大きくなるからもしかしたらこれ子ナマズの可能性もあるのかに、なんかこうきちんとしたこのキングというものをこう渡したいみたいなことを言ってる。うん、なんかね、そういうやっぱりこうなんか最後の最後までこの人たちっていうのは強いこだわりというか、もうこうしたいんだっていうのがすごく出てるような気がする。実際にこうなるかどうか別ですよ。私の流れではならないってなんかね出ていたので、ただこの人たちっていうのはこういうことをして、いわゆるこういう道を作って墓場に行くのかなっていうふうに今回は見えました。はい、皆様いかがでしたでしょうか。またね、ここの部分深掘りしていきましょうね。今日は最後まで見ていただきましてありがとうございます。